はい、こんにちは、なのかです。ちょっと一つですね、エピソードをちょっとお話しするのを忘れていたのがありましたので、それをお話したいと思います。最初の病院にいた時に転院するっていうことになりまして、でその転院に伴ってですね、担当の先生がなんか輸血をなんかした方がいいっていうことを言ったんですよね。で私もちょっともう20年前なので、そういう医学に詳しくなかったんで、も先生の言うがままっていうか、そこで一つ一つ、なんでそれしなきゃいけないのかなとかよくね考えてなかったんですよ。で私もやっぱりお話ししてきたように、もうメンタルとかもう体力がもうめちゃくちゃどん底だったので、もうその他にまでもういろんなことをこう思い巡らせるっていう余裕がなかったので、ただもう言われるがままっていうことで、まあ、そこにいろいろ追及もしてなかったんですよね。でそれで、あ、そうなんですかって私は思って、で先生の言うようにやっぱり輸血した方がいいんじゃないって思ってたんですけど、そしたら主人がですね、なんかこう軽減な顔をしてたんですよね、その診察室の時にも。でそれで、まあ、ちょっと考えさせてくださいって主人が言ったんですよ。で私としては当時その医療に詳しくなかったから、もうお医者さんが言うことが、まあ、全てだと思ってたんで、しなきゃいけないと思ってたんですね、輸血も。でそれで、まあ、しばらく考えるというか、なんでってこう外に出て、どうしたのって、なんで考えるのって、先生した方がいいって言ってるじゃんって言ったんですよね。でもいや、もうちょっと考えたいからっていうこと でそれでちょっと休憩スペースみたいなとこに行ったんですよ、3人でね。ちょっとお茶でも飲もうかっていうことで、で3人でいて、で2人で喋ってて、でなんでなのって、輸血ってした方がいいんじゃないのって、大丈夫なのかなって、しないとね、なんかまたなんか変なふうになったらどうすんのとか言ったら、主人がいや輸血でね、輸血っていうのは人の血だから、もしそれでなんか病気がね、なんかこう入ってて、その血に、もちろんそういうことないんですよ、ないんだけど、やっぱ主人の考えとしてはっていう、主人の言葉で言ってるんですけど、主人はそういうふうに言うんですよ。いやもうね、俺がなんかこう何かあったらどうするんだよって言うんですよ。その輸血で、その人の血で自分に何かあったらどうするんだって、もしかしたらね、もうね、なんか危険なことがある可能性もあるんだぞって言ってたんですよね。で私それを聞いた時に、なんかってもう輸血をするしないのでもう段階じゃなくて、もうあなたはもうがんなんだよっていう、こうね、それもしかも末期みたいな状態で、まあ、私は父からね、余命1年って聞いてるわけじゃないですか。だからその余命1年なんだよって、もちろん言えないから、主人にも全く言ってないんでね。で、もうでもね、やっぱりお医者さんがした方がいいって言ってるのをしないでね、主人がもっと早まったらね、その余命が1年なのがもっともっと早まって、何かあって早まっちゃったらどうするんだろうって、それ言いたかったんですけど、主人にそれ言えないじゃないですか。だからでもした方がいいと思うけどなとか言ったら、もう本当マジでもう無理無理とか言って、だから主人もね、やっぱ自分の状況がどのぐらいだったかって思ってたのかもよくそれも分かんないんですけど、やっぱりできるだけこう危険な状況には自分がなりたくない、できるだけ何もしないでこういい状態を保っていたいって思ったみたいだったんですよね。だから私もじゃあね、まあ、主人がそこまで言うんだったらということで、まあ担当医の方に、先生に、まあ、主人もこう言ってるんでって、すいませんけどって、せっかくねなんか言っていただいたんですけどっていうことで、しなくなったんです。輸血はしなかったんですよ。でしないまんまもう飛行機に乗って地元に帰ってきましたっていうことを、ちょっと一つねイラストが抜けてたのがちょっと今出てきたので、まあ入れておきましたということで、まあ話が元に戻りまして、はい、で元に戻りまして、お話の方がで、まあ入院生活をやってる時に、まあ、ずっとうち の母のところで3人で住んでたんですよね、入院のこの外泊の時は。でまた入院生活に戻るっていう感じだったんですけど、でそれで外泊もですね、やっぱりこうね、主人のこう残りの人生も、もう短いっていうかね、私とかその父の両親は知ってるので、まあ交互にね、向こうの実家の方にもやっぱ帰らせた方がいいんじゃないかなって、私のとこばっかりいるとやっぱお父さんお母さんがね、やっぱり最後にもっと会っときたいんじゃないかっていうことで、私が、まあお父さんとかね、お母さんのとこにもたまには帰っていいんだよって、帰ったらとかってね、いいんだよって、交互にするって、交互にこうやっていこうかこれからとかって提案したんですよね。それで、あ、分かった、それでじゃあちょっと実家の方に、じゃあ今度はね、今度の外泊は行ってくるねって、まあちょっと私すごい寂しかったんですよね、ずっとやっぱりね、残り もう短いから、できるだけずっと一緒に、もう娘とも一緒に行ってほしいかったけど、やっぱりね、向こうの親御さんというかね、親御さんって言い方もおかしいんですけど、向こうのご両親も会いたいだろうなっていうね、やっぱ最後だからって思ってて、私もそういうふうに提案したわけなんですよ。で
2、3日でしたかね、あの外泊2日だったかちょっと行って、で私はもうその間あの、まあ、実家の方で娘と暮らしてたんで過ごしてたんですが、でまた戻ってきたっていう連絡があったんで病院の方に、だからまた行ったわけなんですよね。で、まあ、本当に 2、3 日しか会ってないだけなのに、もうある時こう私がね病院の病室に向かおうとしたらいなかったわけなんです。向かってあの入ったらいなかったんですよね。であれと思って、なんかトイレかなって、トイレに行ったのかなと思って、こうまた廊下の方に出たら、向こう側から車椅子に乗った主人が見えたんですよ、ばったり。でえって私なんかね、あの CT にね、あの撮ったりとか MRI とかなんか何かしら検査行ったのかなと思って、でもそれにしても車椅子って今まで乗ったことなかったんですよ。ずっと普通に歩いてたんですね、あの検査行く時も。でえ、なんで車椅子って心の中ですっごく思って、一瞬でえってこうすごいショックだったんです。なんか車椅子に乗ってるとものすごくもう容体が悪いみたいな、こう見えるじゃないですか、怪我とかじゃない限りですよ。普通の病気でなんか車椅子になるともう本当に自分で立てなくなったのって、どうしたのって思って顔を見たら、なんかねげっそりしてるんですよね、ほんの 2、3 日だったのに。でえ、なんか顔がなんか痩せてるって、なんかさらに痩せてると思って、で車椅子にも乗ってたんで、なんかってもうすごいショックと思って、なんかそこで泣きそうになったんですけど、またぐっと抑えて、えどうしたのとかって、まあ、気楽な感じで話しかけて、また看護師さんが、あちょっとね、あのもう今日ちょっと歩くのしんどそうだったんで車椅子でね、あの検査行ったんですよって言って、で、まあ、主人はね、あの痩せててげっそりしてるんだけど、まあニコって笑ってね、大丈夫だよとかって言ってね、あの、まあ、私を見てにっこりしてくれたわけなんですよね。まあ、その時になんか、なんかこれがどんどんこうね、もうなんか最後に向かう時のこうだんだん痩せてきたりげっそりしたりとか、あこういう風になっていくんだなってその時初めて思ったんですよね。でそれで、まあ、あのまた次の外泊の時にそういうねちょっと痩せてきたり、痩せれてたんだけどやっぱり外泊したいって言って、できるだけやっぱりこう病院じゃないとこでこの娘と私と3人で過ごしたいって言ってくれて、またあの下のね道からずっと私が支えて、ゆっくりゆっくりもうさらに前よりももっとゆっくり上がって、でも母言ってました、もう本当に苦しそうでした、だからもう大丈夫ともね、きついよね、ごめんねこんなとこでって言って、また3人で過ごしたんですが、でもずっとね寝てる状態だったんですよね、2階で。でもちょっと天気がいい日にね、ちょっと公園に行きたいって言うんですよ。であの娘をね、あのちょっと遊ばせに行きたい、なんかちょっとねブラッと行こうよってあの主人から言って、でいやここ階段また上り下りしなきゃいけないんで大丈夫なのとか言って、いやもう大丈夫大丈夫って行く行くって言って、もうねあの暖かい格好して帽子かぶって、であの下までゆっくりまたゆっくりゆっくり降りて、で歩いて近くの公園に行って娘を遊ばせたんですよね。そしたらねやっぱりね、あのきついながらもやっぱり主人もすごく楽しそうにしててね、もう娘がジョロジョロもう1歳なんでね、まだもうよちよちも一生懸命走るわけなんですよ。もうトコ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 ね、テコ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 歩いて走ったり、お花をこういじったりとか、でそれをね主人がこうゆっくり後ろからこうついていって、こうねもう娘の行くとこ行くとこについていって、こう嬉しそうに見てるんですよね。そしたらなんか通りすがりのおばちゃんがね、なんかあら娘さんなのってば可愛いでしょとかって言ったら、もう主人がはいはいとかって言って、すごくね人見知りの主人がそういうねおばちゃんのこう言ってくれるあれにこう答えてね、にっこりしてました。もうそれもあなんかいいなと思ってね、あ幸せだなと思いながらね、あの見てたんですけど、でそれでまあそろそろ帰ろうかって、あんまり長居もできないからっていうことで、ちょっと下って坂道下って、あのちょっとねあの休むとこがあったところで、あ写真撮りたいって言ってね、まあ、私がもともと写真いっぱい撮ってたんですけど、あの3ショット3人のを撮ろうよって言って、あの通りすがりの人に頼んで写真を撮ったんですよ。もうその写真が最後の3人の最後の写真でした。もう娘が2歳になってました、2歳になったすぐですね。娘が2歳で、まあ、私と主人がもうこうやってね写真撮って、もうこれが最後ですよね。もうそれ以降主人は娘もね、あの大きくなった顔も見てないしっていうことで、はい、そういうことで、まあ、またね入院生活に戻ったっていうことなんです。まあ、外泊もねあの最初はちょこちょこしてたんですけど、まあ、少しずつね間が空くっていう形になりました。では今日はここまでとさせていただきます。聞いていただいてありがとうございました。でこれからもまた続きますので、よかったら聞いてください。